今日はね、ちょっとアロエを殺してしまったヒカキンに物申したいと思います。そもそも、アロエだって命があるわけだから、そうやってね、ね、粗末にしちゃいけないんだよ。ちゃんと育て方をしっかり研究してね、アロエを育てて、ね、命を無駄にしないようにするべきだと思うよ。な、何の研究もせずにアロエを買ってアロエの命を潰す。そういう、大物なことが許されるんでしょうか、本当に。ねえ、いいよ、そんなことして。な、アロエだって、生きてるんだよ。アロエだって生きてるんだよ、本当に。その現実から目をそらしてる。まあ、よくないと思う、ヒカキンさん。まあ、もっと、研究して、アロエってどういう風に育ったら、しっかり成長するんだろうか、みたいなこと、しっかりせえやね。研究してよな、アロエを育てるべきだとは思う。なんだ、ほんと、アロエが消滅しましたとか。まあ、まあ、まあ、気軽に言って。いいよ、そんなんで。まあ。まあ、人間っていうのは大声よ。まあ。金魚は死んだって悲しまずに金魚は死にましたって普通に報告したりよ。生き物は全部生きてんだよ、植物だって。なあ。植物の命も人間の命も平等なんだよ。何言ってんだ、ほんと。まあ、君たち。わかった。そうやってよ。そうやってよ。なあ、植物の命ばっかな、見下してよ。なあ。そうやって殺すだろよ。アロエを初めから買うんじゃねえ、マジで。なあ。わかった。そうやって植物の命を無駄にしたりする行為をするなら、なあ、最初からアロエなんて買うんじゃねえよ。アロエかわいそうだ、こうやって育てされて。ヒカキン信者みたいにね、こういうよ。なあ。ガキンチョ？ガキンチョみたいにこういうよ。ちゃんと物を育てられねえ大人よ。変わってよ。植物やさ、緑金とかよ、そういう生き物は大体よ、命が奪われ、なあ。なあ、そして、もう死んでしまったゴミ箱にポイだ。なあ、わかってんのか、ほんとに。なあ、お前らよ、どんだけの命をよ、無駄にしてきたか、わかってんのか、ほんとに。なあ、わかってんの、ほんと、どんだけの命をさ、粗末にして滅ぼしたか、人間がよ。そういうことを知ってよなよ、アロエとかいうのを購入すんだよ。わかったわ、ほんとによ。たわけよ。わかってんのか。ね、そういうことを知らずによ。かわいそう、かわいそうって、かわいそうで初めて買うんじゃねえよ、この野郎。バカ。ちょんちょんたわだ。意味がわかんねえよ、いち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 。なんだよ、ほんと。ああ、もうむしゃくしゃする。アロエがかわいそうだ。アロエかわいそう。かわいそうすぎるだろ！へぇ！はい、どうもこんにちは。今日はね、ヒカキンのアロエ騒動に対するね、ちょっと、謝罪と釈明をちょっと述べていこうと思います。なんでね、俺はね、アロエに対して文句を言ったかっていうと、君たちね、みたいなね、人間はね、なんでも植物もそうだけど、植物の生き物、ペットもそうなんで、むやみやたらに飼って、で、もう飼育方法とかね、育て方をしっかり言わずに適当に買うわけですよね。この適当に買って、そして、命を奪い、枯れさせてしまう。そうやって、ね、生き物やね、植物の命を粗末に扱うってことはね、すげえね、蔓延してるから、俺はそれに対して物を申し上げだって。そう。だからね、なんていうのか、まあ、緑髪もそうだよ。小さいうちは弱いから、すぐ死んじゃう。で、生き物をすぐ、殺してしまう。で、飼いきれなかったらすぐにぽい。もうそういうことを言う奴がすごいたくさんいるから、そう、俺は物申しただけなんだよ。そう。それ以外に物申してることではないんだよね。まあ、いろんなね、理由があるから物申してるわけ。そう。ね、もうね、俺がね、そう、もうコメント欄見てちょっと絶望したのはね、生き物の命を奪うっていうことについての話をしてただけなんだよ。そう。食べるために殺すとは違うんだよ。飼うためだけに飼ってきて、命を奪うっていうのは、食べるわけでもなくて、ただ自分が楽しむだけに飼って、命を持て遊ぶ行為だっていうことに対して俺は物を申してるわけ。そう。それについてね、物を申してるのに今あんま理解してくれないね、人がすごい多くて、俺はびっくりした。それがすごい話したかったね。やっぱり、なんていうのかな？命っていうのはね、やっぱり平等だし、だからね、もう植物だって、動かないけど、生きてるんだよ、あれでも。だからね、飼い方や飼育方法をしっかり研究する前に飼うなって話を、何度も何度も言ってるわけ、さっきからね。まあ、無限ループだけどね。まあ、そういうことはね、
すごい言いたかった。まあ、君たちにこの俺の気持ちが伝わるかどうかは、わからない。俺をすげえね、気違いみたいに捉えてるかもしれないけど、俺は別にそんなおかしいことを言ってないし、ヒカキンのことをちょっと叩いただけで別に狂ったことは言ってない別に。ちょ、クレイジーではないんだよ。ちょっとはそんなことを言ってるだけだよ。アンチの意見はどうなんだっていうのを俺アンチになりかわって言ってるだけだって。俺は別にヒカキンのアンチでもないし、動画もちゃんと見てるし、ね、アンチではないんだよ。あ、俺はアンチだと思ってると思って、俺ヒカキンのチャンネル登録もちゃんとしてるからね、こう見えて。あ、だから、俺よくヒカキンについてよく知ってるじゃねえか、動画も見てるから。あ、分かった、ほんとに。俺が何も知らないと思ってるでしょ、君たちヒカキンのこと。俺、君たち以上に動画見てるからね。ね、分かった、ほんとに、ね。そういうとこすごい勘違いする人はいると思うけど。な、な、アンチのふりをするのも大変なんだよ、いろいろ調べなあかんからよ。な、そんな感じなんだよ。全部演技なんだよな、あれもな。